どうすか？まあ、眠いです。眠い。ニアレムのクリーン。ニアレムのクリーン。重さとかって目標とか。ああ、50取りたい。はい、50取れたら俺今日もう帰る。それだけ、それでいい。本物。いける。レフマックスを出します。マックス自分のマックス。ワンレム出して勢いで2発目120、うん、今年の目標です。体の疲労感とかどう？あ、思ったより前回より全然ない。あ、そんなに疲れ残ってない。すべて準決勝始めていきたいと思います。後半戦はですね、50回のボックスジャンプオーバーを行って、残った時間ハングのクイーン2アレンプス2回続けて行う種目ですね。で、まず7分のアムラップなんで、結構急ぎ目でボックスジャンプオーバーを終わらせてという感じだと思います。わかりました、ありがとうございます。では、まず最初準決勝のですね、第1バトル目、マキト選手 VS 両選手で拍手お願いします。 3,2,1,GO スタート。さあ、最初どっちが重量上げるか。これあれですね、重さはその都度言ってた感じですな。なるほど。Yeah!
でまず最初のボックスジャンプ早すぎません？そうです。まずは普通休憩しながらです。大丈夫。PR だってくる。ちょっともう、まあ、僕個人としては、何も考えないで。もう考えることもないですよ。ちょっと PR 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 出すのがすごいですね。私は僕も150番レッドバックスで2回やったんで一応、はい、まだ痺れました。ジャッジを忘れて見とれてました。まず、キスケ選手拍手お願いします。そして、ケイル選手ですね。もう一度二人に大きな拍手をお願いします。素晴らしいですね。